正面から見た骨壺骨壺を開けたところ様々な骨壺骨壺は人及び動物の小骨、仙骨を収めるための入れ物である。古代においては蔵骨器と呼ばれ、弾きや須液の甕を転用したものが多かったが、金属製のものや石をくり抜いたものなど多様性に富んでいた。蓋や本体に銘文が印刻されることも多く、極めて貴重な金石文資料である。中世においても、常滑焼、瀬戸焼、信楽焼などの大衆的な陶器が用いられ、五輪塔などの石造物の下や、櫓内に埋納された。現代でも、陶磁器使用がメインである。最近ではデザインも多彩となり、中には就活の一環で、自ら絵付けしたものを生前に選定しておくことも、行われるようになった。またペットにも骨壺が使用されるようになった。アメリカで流通している骨壺は、陶器製はもちろんのこと金属製やガラス製も存在し、意匠が凝らされたものもある。土葬が主流のため、一般的とは言えないが、斎場だけでなく、コストコなどのショッピングセンターで販売されていることもある。骨壺の形状は古代以来おおむね円形である。通常骨を収めた骨壺をそのまま使用することはない。白木の骨箱に収め、色や柄のついた骨、服を上から被せる。布張りの骨箱を使用する場合は骨、服を用いない。一部地域では小骨を骨壺ではなく直接骨箱に収める。また箱でなく骨袋と呼ばれる小さい布製の袋であることもある。近代の戦死者のように白木の箱のみであることもあった。葬儀後は骨壺ごと墓石の下のかろうとに埋葬するか、骨壺より取り出して骨を埋める。骨壺は腐食せずに半永久の使用が可能なので、寺院の納骨堂や納骨室に安置されることもある。西日本では部分収骨のため、骨壺は小さいが、東日本では骨をすべて収納するため大型である。なお、琉球では厨子甕と呼ばれる石製。陶器製のものが骨壺であった。それ自体が礼拝の対象にこらえうる外見をなしている。http://trendy.co.jp/article/colam/20090601/202667/5/p=2棺桶までロゴ入り。ついていけない。アメリカの野球ファン2009年6月1日記事。ありがとうございます。